絞っても父は出んぞ。今回はアリスターサポベイン ADC ですね、対面がゾーイサポートジンクスとなっております。トップが安尾ですね、味方のトップが安尾、敵のトップがジェイス。いや多分その対面は相当きついでしょうね。レンジドに、あとアフターショック使ってますキーストンがね、これで恐ろしい火力を出せるということになってますね。ミニオンが出撃しました。ダンスを踊りつつケインの立証をしましょう。そうですね、そのなんだっけ、不滅のキーストンの、違うルーンの不滅の2番目は僕今回打ち壊しにしてるんですけど、多分左のなんかなんだっけ、サモスペがクールダウンだと行動阻害耐性みたいなやつでもいいと思います。そこら辺は好みだと思います。で、リーシュなんですけど、ちゃんと最初9から取ってあげて、で9打った後2、3発受けてあげると。アリスターはサステインがとても強い、サステインじゃない、ヘルスもあるし、まあサステインもタンクサポートなので他よりはあると。なのでジャングラーが 1,2 発受けるよりダメージ少ないのでね、しっかりと受けてあげましょう。9しっかり当たっていく、ダメージがとんでもないですね。僕はこうレリック消費しか頭にありません。まだ初手9なのでね、ちょっと何もできないんですよね。タンクサポートはやっぱレベル2先行してからのイニシエートが強いので、そこまではなるべくヘルスを減らさないようにしたいんですけど、ちょっとやっちゃいましたね。さあここレベル2になる、もうちょっと前から突っ込んでもよかったかな俺。しかし相手のサモスペを落とせたのでだいぶラッキーですね。ここしっかり殴って、まあ、かなり有利なトレードになったのではないでしょうか。味方のベインはフリートフットワークかな確か。あれ今回バフされたのでなかなか強いですね。で牛はそうですね、被弾ある程度してもパッシブとレリックがあるので回復しちゃうんですよね。かなり強気にいってもいいと思います。相手の CS 取りづらい位置にうろうろしてあげて、もしこれ取りに来たらイニシュートすんぞぐらいの位置を保ってあげていいと思います。すいません、ちょっと鼻声にだんだんなってきたんですけど、ちょっと体調崩してしまって情けない感じですね。唐突な自分の中で、さあここ WQ、 さあ壁ドン先行の WQ ですね。フラッシュを落とさせてあげて、今イグナイト使ったのかな俺、多分使ったんですけどヒールが間に合ってた気がします。間に合ってないけど減らしきれないパターンかな。しっかり遠くから壁越しの増員の E は射程距離だいぶ上がりますからね。そこで加速入りました。まあスロープッシュにしてあげて、こうやって連戦で有利取った時はスロープッシュ、スロープッシュからの CS 差をつける形がいいと思います。相手アリスターがいるので前に出てこれないので、お、ゆっくりになった。ここは行くのか。 WQ をミスってますね。あれ、うん、なんで Q 当たんなかったんだろう。今決まりそうな感じでしたけど、ちょっと Q が遅かったのかな。まあ僕みたいに失敗する人はプラクティスで練習しましょう。 WQ 決まると楽しいんでね、楽しいし強いし。楽しいが先に来ちゃいけないか、まあ、でも楽しい、やっぱゲームやってんだから楽しまなきゃダメですね。じゃあレベル4先行かな。レベル4先行してるので仕掛けるのか。スキル上げは多分レベル1で9、次に W で次 E で 9上げでいきますね。その後はさあ仕掛けていく。アフターショックですごいダメージが入って、最後は E のスタックが溜まった状態の一撃をフラッシーンで叩きつけると、素晴らしい。火力出るんですよね今の、多分体力10分の1ぐらい一発で持っていけたので。いやでもアフターショックもあったからもっと削れてますね。アフターショックが非常に強いです。 ADC はちょっと正体来たけど、アフターショックが今強いのでね、一回捕まっちゃうとそのまま死んでしまう可能性が非常に高いボットレーンな気がします。今はなんかボソボソ喋っちゃいけないな。さあリコールしてまず買うものは靴とレリックを強化しましたね。まあ連戦有利取ってるので
まあ、この有利をさらに広げようっていう感じなのかな。視界は別にアムム来ても殺せるからいいなぐらいの気持ちで、おそらくレリック強化と靴を優先しましたね。さあここ決まりますよ確か。さあ突っ込んでいくのか。 E を避けてからのしっかり WQ で E のスタックもう半分削れている。そしてイグナイトを決めてベインにキルを渡すと、サポートの鏡ですね。まあ、ベインもキルないと多分きついので、今後ねトップがすごいすでに育ってるので、ヤスオがすごい助けてと言ってますね。ヤスオはフレンドですよこの試合は確かにジェイスがダイヤモンドだとかでボコボコにされてましたね。ただでさえきついマッチアップなのにそのスキルの差もあると、それはちょっとそうなりますよね。アムムが見えたのかな、多分見えてないですね。こっちは相手のそうですねリバーブッシュにコントロールワードあるので多分こっちは見えてないんですけど、まあレーンがね相手のプッシュになってるので、まあアムムには来るなという判断ですね。下手したら返り失いますからね。 WQ 決めてしっかりヒールを落とさせる。 WQ 決めるだけで相手の3問スペが落ちるような状態ですね。もうボットレーンは早くもすぐこういう状況にできるのが今の牛の強いところだと思います。相手がブリンクない ADC なので本当決めちゃえば死後父ブリンクがある ADC だったらまたちょっと話は変わってくるんですけど、エズリアル、ルシアン、まあ、ベインとかでもやっぱブリンクのない ADC はちょっと生きさせませんね今のタンクサポートは。睨み合いもう完全にゾーニングしてますね。ここら辺なんとスロープッシュからの、そうですね僕がミニオンと、そう相手のミニオンよりもちょっと奥めに立ってあげて、相手がね CS すら取れないような状況を作ってます。で CS サーがもうそうですね、それのおかげもあってすでにボットでは何ぐらいだ、40ぐらいついてる、ついてますね。大体40ぐらいの差がついてます。40ってなると 15CS で大体1キルとか言われてますんで、おっとそんな話は後でしましょう。後で W でしっかりとアムムを押し返す。次アムム Q をミニオンに使うと、ここはそうですね相手が合わしきれなかった感じもありますね。相手のボット陣がただイニシエートをするようなスネアも特にないので、まあ睡眠をうまく当てなきゃいけないのかな、ゾーイの E を。でここなんです、ちょっとミスりましたね。 Q からの W で手前に持ってきてアムム殺そうと思ったんですけど、アムム意外とヘルスあったし、なんならこっちの ADC が溶かされてたような状況だったんですけど、相手のボット陣の反応が遅かったんでなんとかなりました。いやでも下手したら ADC 死んでたな。ここ TP 来ますがこれもキャンセル。お互いトップはあれですね、あれですTP をキャンセルしましたね。でこっちのトップの方が先に使ったのでクールダウンもこっちの方が早いでしょうということで、かなり良い使ってますね。で WQ 決めてアフターショップでなかなかいいダメージを出しつつ1キルを獲得。散々ボットで3対2やって、むしろこっちにキルが転がってきたのでかなり美味しい展開ですね。アムムはこの間はもうレーンカバーしかできないので、その間にうちの剣が育ってくれることでしょう。ここら辺で、ね、もうリコールするかな。さあリコールですね。次買う装備が瞳行こうとしてたけど、やっぱりモビリティにしようって感じでしたね。まあモビリティぶつかってミッドないしボットへの復帰を早めるみたいな感じだったと思います。さあここなんですけど、ちょっとミスったんですよね。ミスった、まあ僕がミスったわけじゃないと思うんですけども、僕はちょっとねベインがイニシエートするのが早すぎたのかな。もうちょっと遅めで当たってくれれば、僕の WQ が入った状態からやってくれれば多分勝てました。まあ、ウルトを消費して僕は本当に一人ここ帰った方が良かったのかな。まあでもこの後の展開的には多分帰らなくて正解だったとは思うんですけど、
この後ミニオン押し付けられるんですよね。それでアムムが Q を外す。で外したところ見てもう相手 CC ウルトぐらいしかないなと思ってデュースを殺そうとします。ちょっと足らずって感じですね。まあでもサポート装備しか積んでない状況でこれだけ火力が出るので、そうですね、3対2なんとかタワー下さばききれたのでよしとしましょうか。相手のキャリーなんでね、ジェイスなんか特に500のそいつをいなせたのはでかかったんじゃないですか。今のは心眼、いや違う、ワードがあったのか、心眼ではないです。あ、ここなー、キル譲ろうとしてしまってベインにここをねフラッシュで逃げられちゃったんですよね。ジェイスがなー、まだ500です。今のでジェイスに土つけられればちょうどいい感じだったのかな。俺がキル取ってよかったな、今のしくりましたね。しっかりとバーニング、まあ、ここから3倍かな。かなり地味めな場面が多くなってくるので押し付けて帰ろうって感じだった気がします。気がします、いや違うな、違う、あいつ殺そうぜってなってますね。でさっきのキル取られたところから修正して、ベインが修正してね、一個隣の武士で待つぐらいの距離でね、待つぐらいの距離で待っててくれたんだよ。かなりね応用力、適応力のある ADC で助かりました。このベインはノラの方ですね。ヤスオが唯一のね僕のプリメです。ヤスオこっからなんか死んでた気がするな。移動中はヤスオの動向でも見てますか。ウルトからのリンクス殺せんじゃん、あその前にボットで何か送りそう。さっきと同じ形でいけるかと思ったけど、青トリンケットあったんでね、あれはこっちの赤トリンケットじゃ消せないので、まあ、断念と。アームしてこっからミッドに流れるのかな。そうですね、受けて、さあミッドでも睨み合いの日々かな。ここ行きそうだったな、今俺やる気満々だったな今のは行っちゃダメですか。スキルを食らってるんですけど、レリックのクエスト報酬ですね、クエスト報酬のシールドがなかなかいい感じに働いてます。まだかすり傷ついてない感じですね。さあここアムムがアムムとお見合いスキルをドッジしていって、で相手がミッドを CG してるんですよね。でここなんですよ、ミスったんですよ、ここ僕が WQ で突っ込んだせいでベインもおっやったかみたいになっちゃったんですけど、今のは W で押し返す、押し返して下がるぐらいのチャンスで良かったですね。そのせいでベインが犠牲になってしまいました。申し訳なかったな、俺は。 W と Q 同時に使っちゃうんでスキルがなくなっちゃうんですよね。味方をピールとか、まあ、単純に CC かけるときとかスキルがなくなっちゃうのでちょっともったいない W 級だったでしょう。そして安尾は死んでいく今のところケインの W で死んだと思ったんですけど、ケイン味方なんですよね。多分普通にカーソスの Q で死んだと思います。ケインが何で育ってんな、531、まあ、ここら辺は撤退戦を手伝うぐらいの感覚でしたね。でドラゴンをやってるのでワードを置いて、まあでも言っても何もできねえなと思って、でワードしとこうみたいな感じでうろうろしてました。さあここですね、ジェイスも散々この形を見たんでそろそろ学んでほしかったんですけど、またここからも牛登場、そして獅子を1,2とかけていってアフターショックでえらい持っていきましたね。今えらい持ってきましたね、素晴らしい。ジェイスがどんどんスローしていってくれてるので、こっちのチームにも希望が見えてきます。安尾はもう死ぬほどつまんなかったって言ってましたけど、ね、さあここ相手のいい当たってから WQ で突っ込んでいく。ああここちょっとなー、ベインの位置が前すぎたのかな。そのアムムのウルトかかった状態でジンクスが後ろからダメージ出しまくってたんですよね。そうなるとちょっとさすがのベインさんでもうきついと。ただキルはしっかり回収してくれましたね。
さあここも撤退戦って感じかな。 W で嫌がらせして撤退と。さあここワードがあるのでギリギリセーフと。でワードあるんやろうなって思いながらここまでワードしてました。で多分それで俺のこと帰ったんだろうなって思い込んでるジェイスを殺そうって VC で言って、でそうですね、安尾が来てますね。さあここ WQ からの安尾の Q、 そしてウルト。さあ E の CC もかかってとどめは、とどめは剣が持っていくと。安尾さんまだ0キルとなっております。ご愁傷様ですね。ここも加速かな。でもソラリーがいつの間にか完成してますね。でここから騎士の誓いかな。もうベインさえしなければ、知らなければ勝てるかなっていう感覚だったので、でカーサスのウルトがあるので先にソラリーターンして全体にシールドかけて攻めてダメージを軽減させようとかいうコンターだった気がします。でここはアニビアをピールしてあげて絶対感じようと。タワー1個持っていけたので楽しかったですね。相手ハテナピンが飛び交ってますから、まあ喧嘩したチームは負けるんで、どんどんやってくださいって感じですね。キチームにいたら自分チームでもやっぱやられるんで、そこはちょっとそこ勘弁してほしい。ここタワーのアグロ受けてるんですけど、これはわざとかな。多分ミニオン1体残ってるんでタワー取っちゃおうみたいな。そうですね。でここダブリクでなぜか入っていく。非常に硬い。今多分ソラリ使いましたね。まあミッドのタワーのヘルスがかなり削れたので美味しいのではないでしょうか。一発二発三発しっかりとでワードをしていく。ここも当たるかな。ウルトで持ってかれますね。3分の1。ここでアムムがウルトを使いますが、アニビアが卵になってますが、まあ、関係ないですね。もう相手のバックラインをペインかなり削って落ちたので、あとはとどめを刺すだけって感じでしたね。ベインが。そしてここは僕なぜか死亡。てっきりアニビアのウルトで死亡したものだと思って自分にミアピンを炊きます。でもアニビアは味方なので勘違いだということが後に分かります。さっき分かりました。ジェイスの EQ とエアリーで死にましたね。さあここジェイス入ってくるか、入ってくるか。おっとここしっかりと壁ドン決めて1,2,3とダブリのスタック使い切ってしっかりと殺していく。ベインがもう止まりませんね。多分ベインが多分ここでワードに移ったので、でワード今したんですけど、寄ってき移ったからってもう最強なベインをサポート謎が止められるはずもなく、あらあらあら、楽しい。どんどん入っていく。でも確かここら辺で終わった気がするな。ドラゴンと同時にゲームセット、こっちのチームの勝ちです。気づけば圧勝ですね。まあこのゲームはね、ボトップが辛かっただけでボットは勝っていましたので、そうですね、結果から見ても分かる通りトップ安尾が4638ダメージ。悲しみを背負ってますね。で牛のダメージ見てほしいんですけど、かなり出てるんですよね。相手のサポートよりも、まあ安尾よりも相手のジャングラーよりもダメージ出てるので、やっぱ WQ プラスなんだっけ、アフターショックが非常に高いダメージを出せるので、今はかなり強いチャンピオンだと思いますんで、ぜひアリスターを使ってみたいなって人はね、参考にしてくださるとありがたいです。じゃあお疲れ様です。